てるよ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり冤罪も晴れた。めでたしめでたしだ。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に失礼させてもらうよ。いや、少々お待ちいただきたい、タルタリア殿。ん？まだ何かあるのか？てっきり俺はもう用済みかと思ったけど。こたびの一件はタルタリア殿に起因している。審判の工程に従えば最後に罪の裁定を行わればなら。おいおい、まだそんなことをする必要があるのかい？犯人も捕まったことだし、俺みたいな脇役はもう退場する時間だと思うけど。フォンテーヌの法律を尊重していただけると助かる。これは今日まで守られてきた規則だ。はいはい、わかったよ。まったく面倒だな。俺はあの台に立てばいいのか？何をするか知らないけど、さっさと終わらせてくれよ。こたびの事件の公開審判を経て、タルタリア殿は連続少女失踪事件とは直接関係がないと判明した。犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に輸出裁定カーディナルに判決を下してもらう。輸出裁定カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、こんな冗談面白くないんだけど。さっきまで俺のことを無罪だって言ってただろ。なのにこの結果はなんだ？その機械故障でもしてるんじゃないのか？こんな状況初めてよね。ユシキが最高審判官と違う結果を出すなんて。ファドゥイの執行官ってことはきっと悪事を重ねてきてるだろう。ユシキも多分彼の他の罪を見抜いて正義を執行しようとしてるんじゃないか。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても今裁かれることはないんじゃない？輸出裁定カーディナルの判決に準じて有罪とする。警察隊、規定の手順にのっとり任務を遂行せよ。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない、このような状況は私でさえ初めてだ。だがフォンテーヌ法廷が当初定めた規則により、判決は有識が示した結果に準ずる。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに有識がこのような結論を出した理由なら、私よりも尋ねるべき者が他にいるだろう。君たち、どうして僕を見るんだ？
こんなの僕には関係ないぞ。僕だってなんでこんな状況になったか知らない。もう僕のことをジロジロ見るなよ。フリーナ様、それはどういう意味です？あの方も理由を知らない？ありえないだろ。イスキはフリーナ様が作ったんだよな。そうよ。ねえ、この判決って本当に正しいの？こんな適当なのが正義と呼べるのかしら。古本、紳士淑女の諸君、まさか事実無根の誤信をしてしまったと思ったのかい？先ほどの判決が誤っており、想定外のものだったと。よもやこの僕さえも実情を知らないと思ったわけじゃないだろうね。たく、さっきまで明らかにそんな感じだったじゃんかよ。このようになったからには説明しないといけないようだ。皆の衆、先ほどのは全てドラマ性を最大限に引き出すための演出に過ぎない。そう、僕の演技も含めてね。どんな劇であろうと脚本なしには存在などできないだろう。つまり全ては僕の想定内というわけさ。由式こそが正義であり、その概念の決心。理由のない判決など決して下されはしない。タルタリアが連続少女失踪事件と全く無関係と思い込んでいるのも、虚無の上辺に両目を惑わされているだけ。彼が手を染めてきた行為の全てとその危険性は、どれも計り知れないものだ。許されざるものであると知れ。答えは時間が証明してくれる。いずれ僕の思慮深さを、今日の判決の妥当性を理解するだろうさ。はさて、謎が残されて気になるところだろうけど、今日のショーはここで一区切りといこう。最初に退廷するのはもちろん主演であるこの僕だ。それではまた会おう。結局逃げることを選んだか、あれは。つまりさっきの水神の話は真に受ける必要ないんだよな。うん、彼女はメンツを保つためにああ言ったのだろう。この件について具体的な原因はおそらく彼女自身も把握していない。だが安心するといい。引き続きこの件は私が個人的に調査する。先ほど約束したように冤罪であれば必ず明らかにしよう。おう、タルタリアのやつが少しかわいそうだけど一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。